ピザ屋でバイトするらしい。ワークアットアピザってマップらしいんだけど、選べるんだ役職を。箱詰めやや難しい、配達やや難しい、納入難しい、ハウス一旦じゃあ箱詰め行こうか。箱詰めの仕事は注文を受けたピザを箱詰めすることで、そのままだな。前からやってたからイージーゲーム。あ、そうか。あー、分かった多分さ、これこうしてこうしてこうか。あ、分かった、やり方分かった。箱出す、どんどん。はいはい、ナイス。箱出すよ、どんどん。はいはい、箱出す。はい、ナイス。はい、箱出す、ナイス。はい、ナイス。どうですか先輩、初バイトなんですけど、どうですかね、これ。首納入に行け何納入って。配達の仕事は顧客にピザを届けることですと。テーブルにあるピザを持ってこよう。あ、来た、矢印キーを使って動かそう。はい、こうかな。え、車乗れるのこれ。車乗れるって。来て、あ、すいません、こっちか。はい、ブンブン。車で、あ、家に届けるんだ。すいません、いらっしゃい。はい、ピザでーす。おい、ふざけんな、おい、リリチを。レジ打ちしてみよう、ちょっと。いらっしゃいませ。返事を選ぶ。ゆっくり考えて注文。どんなピザがお好きですか？何をご用意されて、どうでもいいでしょう。どんなピザがお好きですか？少し待ってください。もう腹立つな、これ。ペパロニピザをクリック。ペパロニピザ？これですかね。あ、私にこんなことしたらダメでしょ。あ、すいません、怒られました。すいません。あ、甘月。もう何してんだお前。おい、調理人が燃えてます。甘月。黒っ焦げ衣装もこんないっぱいあんの、すげえな。よし。OK、できた。すいません、あの、てるきさん、あの、新入りのリリ長です。よろしくお願いします。ノットさん、あの、よろしくお願いします。燃えてるんですけど、大丈夫ですか、これ。ああ、消火してますね。なるほど。だピザが燃えた場合は消火するってことですね。そういうことですね。ゴキブリいいんだけど。人多いからさ、別のとこで働いてみるか、じゃあ。これさっきのところか。あ、すいません、あの、新人のリリ長です。ゴキブリ。代表者誰やって。それじゃあ、エリマネーこと、天月配達いたしてきます。だって。エリアマネージャー配達するらしいわ。あ、届けに行ってる。え、エリアマネージャーちゃんと働いてんな。なんて美味しそうなんだ。ありがとう。だって、いい仕事してんな。やっぱ忙しいんだよな、ピザ屋さんってな。次の人さ、うん。2枚頼んでんだよ。あ、やばくね？なんでや。なんでや。彼女がいるんじゃねえか、彼女が。まだ全部揃っていない。怒られてんぞ、おい。まだ全部揃っていないって、ほら、クレーム受けてんぞ。エリアマネージャーさんのクレーム受けてます。まだ全部揃っていない。よし、届いた。どっちや。納入の仕事はピザ屋の在庫管理。納入品トラックのところに行って、運転席に座ろう。ちょっとこれ一回やりますね、僕、普通に。はい。工場の中までトラックを運転。はい。こういうことね。はい。はい、入りました。ここにあるボタンを踏むと納入用の箱が出てきますと。ここにあるカウンターにピザ屋の在庫の数が表示される。あなたの仕事はこの数字を0以上に保つことです。一応全部あるんだ、0以上。納入ボタンのどれかを踏もう。在庫が切れないようにしないといけないわけだな。調理してる分、在庫が切れるわけだな。だからこれで持っていくってことか。みんなのためにちょっと届けに行きましょう。こう？ OK、入れた。はい。できた！納入、これで納入できたわけだ。ほら、納入できたよ、みんな。あ、ほんとだ、これ届けてくれてるわ。おい、なんか、ユウが寝てるから、おい、ユウ、おい、ドライブスルー来てるぞ、ユウ。ユウ、俺一人で全部回してるぞ。あ、いらっしゃいませ、って。おい、ふざけんな、お前。もう二度とここには来ない。ノットに言われちゃった。すいません、大変申し訳ございませんでした。すいません、あの、待ってくれませんか、ノットさん。あなたの気持ち悪いピザなんかいらない。誰が気持ち悪い、お前やんのか、ほら、おい。おい、リリチ、お前やんのか、お前、ほら。作ってる、ほら、テルキ。早くね、お前、おい。これを乗せればいいんだ。ここに乗せて、トマトソースを選ぶ。こうか。で、チーズを選ぶ。はい。こう。で、オーブンがあるので、オーブンを開けて、ここにぶち込めばいいわけだな。オーブンのドアを閉める。ドラッグしながらオーブンから出そう。で、ここに入ればいいのかな。で、箱詰めルームに移動すると。ちなみに、ここに入ると、あ。燃えた！助けて誰か！いや、燃えてる。出して。ここ大丈夫って。バカッターじゃねえか、お前これ。邪魔すんなら帰れって。
いや、すいませんでした。本当、すいませんでした。まあ、そうですね。ちょっと申し訳ございません。ちょっと、まあ、ちょっと入ったばっかりで分からなくて、すいません。ちょっと荒らしちゃいました。すいませんでした。本当に。調子乗んなって。はい。レジ一人もいなくね。ちょっと、レジがいねえわ。エリアマネージャーが接客してるぞ。この店やべえだろ、マジで。ちょっと待って。マネージャーを辞めさせる。何これ。リトルが厳しいからか。調子乗んなって言われてるから。なんや、お前。わしの座を奪う言うか。帰るわ帰ろう、課金しよう俺。店長テレポート機を買った。ほら見て、ほら働いてさ2万5000円だよ。嫁と子供どうやって食わせんだお前。どうやって座んだ。あ、来た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 。マネージャーになれた、マネージャーになれた。日本と思ってるぞこのマネージャー。おお、ご苦労さん。今日はどうした。君は調理係としてよく働いてくれてるみたいだけど、なんで休暇中になってるんだ。給料が少なすぎて生活に困っているんです。あー、そうか。お給料が少ない。株式会社リリチオ、まあかなり最近業績も上がってるということで、まあまあまあ、てるきくんだけお給料こっそり上げることはできなくもないけどね。そうかそうか。黙れ、とっとと給料上げろかす。なるほど、まあ君たち働くかちょっと見ていくか。なるほどね。あ、ここてるきくんはサボってると。サボってるのかな。 あ、仕事してるね。あれ、リトルくん、君ちょっと頑張ってるね。あ、頑張ってるね、いいね。明るく元気よくね。ああ、天月くんもいいね。働いてるね。ああ、いいね。働いてるね。よしよし。いいね。でも、てるきくんさっきから仕事が早いね、君ね。なるほど。君仕事が早いな。じゃあちょっと、君ちょっとボーナスあげるか。ああ、君ボーナスあげるよ。てるきくん、どう？頑張ってるね、君ね。最近いいよ。ちょろ。はい、まあそんな感じで、まあ1時間ぐらいやったんで、もう十分でしょう。まあこういうなんか、なんだろう、こう、ピザ屋のバイトができるみたい。レジと箱詰め。なんか実際にピザ屋さんあるじゃん。めっちゃ有名なピザ屋さん。多分こういう感じで働いてるんだろうなっていうのは分かったんじゃないのかなと思います。ので皆さんぜひともね、遊んでみてください。仕事がない人はぜひ、やめとけお前。やめとけお前。そういう言い方すんじゃねえお前。はい、そんな感じでじゃあ今日は終わります。お疲れ様です。バイバイ。